京都競馬場本日の第5レースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。名勝ドと前に行きそうです。続いていくのがヤマニンコマンド、並んで6番タレントビリーズ、内からはフローラガー、その隣にサッカーネイティブ、すぐ後ろに成田ジュリア、しんがりからハーバーゴールド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から5番当選ピール、レースを引っ張ります。その隣にタレントビリーズ、名勝ドと好位をキープ、内からはヤマニンコマンド、その隣にフローラガー、その横にサッカーネイティブ、成田ジュリア、すぐ後ろ。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。前は当選ピール、当選ピール、後続を引き離すタレントビリーズ、先頭に襲いかかってきました。ヤマニンコマンド3番手、大外からオレンジの帽子、名勝ドと伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、当選ピール先頭、あと 200m、 当選ピール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。タレントビリーブ先頭、名勝ドと、名勝ドと、もう一伸び、名勝ドと、名勝ドと、1着2着にはどうやらタレントビリーブ、1番人気に応えました。名勝ドと見事です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。シングル当初必死に追う、2番手はシングル当初織姫ブーケ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました織姫ブーケ。1着2着はシングル当初、これは桁外れの強さだ織姫ブーケ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってアグネスバンク先頭、2番手はワイルドハッスル、残り 200m、 アグネスバンク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マイネレジーナ追いすがります。やはり強いアグネスバンク。1着2着にはどうやらマイネレジーナ、アグネスバンク見事1番人気に応えました。
さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭はメジロアドラーブル、残り 200m、 先頭はメジロアドラーブル、一気に捉えるか。成田トップロード、成田トップロード、抜けた成田トップロード、もう一伸び成田トップロード、一着成田トップロード完勝、成田トップロード一着、二着は微妙です。一番人気に応えました成田トップロード、見事です。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭はセイントビリーブ、ロードアックス先頭、2番手はセイントビリーブ、あと 200m ロードアックス先頭だ、残り 100m ロードアックス粘る、ステイゴールド迫る、ロードアックス先頭だ、ロードアックス、ロードアックス1着、2着にはどうやらステイゴールド、見事に勝ちました。ロードアックス、ステイゴールド2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。